吉田さん、いいつかはクラウンっていう言葉ありましたよ、ねまああのこの言葉だけでいろいろ想像するんですけどもまあ日産のサニーとかね、えー、それからカローラとか乗ってる人がこうクラウンのテールランプを信号待ちとかで見るわけですよ目の前の車がクラウン乗ってて「あいいな俺もいつかクラウン乗ってみたいな」と思うわけなんですよねで私今ねあの去年なんですけどもまた再びあのセルシオをね 買ってみたんですよまあお話した通りですけども私はね30代のほとんどセルシオで過ごしてきたんですよね、まあ、その中で改めて思うんですけどもいやセルシオっていい車だなと思うんですよでしかもこの車って確か1990年ぐらいにリリースされてるんですよねですから二十数年前の車なんですよなのに今セルシオに乗ってみたらすごい高いクオリティとテクノロジーを感じるんですよねでもこれってうのは二十数年ぐらい私時代を遅らして 体験してるんですよだから当時リアルタイムでこのセルシオに乗ってた方ってのはい本当に時代の最先端のテクノロジーを一部の人だけという地位で手にしたんだろうなと思いますまあ、そういった方がね、えー、中古で出してくれたおかげで片落ちのセルシオに私乗ることができたんですけどもここですごいのはねやっぱこう今でも通用するのは車が20数年前にもう 発売されていて発売されてるってことは作るのにも何年もかかってるわけじゃないですか、ね、制作してで、えー、なんかね、あのー、試作機みたいなのがあってそれでまたあ作り直してみたいな感じで何回も何回も叩き直していたと思うんですよだからそれを例えば2年とか3年でセルシオが一番最初のバージョンがバーンとリリースされるまでに2年3年かかったとしてねそしたらセルシオを作った人っていうのはもっと前にもっと言ったら1980年代に。 よし最先端の未来にも通用する車を作るぞって言ってやったわけなんですよ。いやすごいなと思いますよね。先を考える力とか。30年先も中古市場で流通してる車を作るその思いっていうのはすごいなと思います。もっと言うとですね、1983年式のトランザム、私乗ってますけども、あの、なんですかね、ウィンドウがね、ドアが自動なんですよね。そのの頃っってのほとんどの車がクルクルだったでしょ だから、パワーウィンドウがあの頃にもうあるってことは、もっと前にテクノロジーがあったんだろうなと思いますし、それを搭載しても売れると踏んで、車に採用したと、うん。当時はね、あの、車の中に電話をつける人がたまにいたみたいなレベルだったり、あとはまだね、あの、キャブレターエンジンが主流で、今みたいな電子制御ってなかった時代なんですよ。それがだから40年前の車のテクノロジーじゃないかなと思うんですよね。いや、だからね、 時代はどんどん進んん進でいてこうやってスマホが目の前にできた時に「いやこんなスマホなんて俺はいいんだよ」って言ってる人とで目の前にテクノロジーがあるのにそのテクノロジーが理解できなくって使うのを先送りしてた人とこのスマホってものをもうね十数年前でしょ世の中にリリースされたのは。その前からこのスマホのテクノロジーを主役してこのちっちゃい、えー、この手でね掴めるところに。 あの電話じゃなくて電話の機能も入れるんだけどもその他の機能をたくさん満載していわば電話が脇役になるようなスマートフォン電話ね賢い電話っていうものを打ち出してきたのはすごいことだと思いますだってこれ電話でこうやってかけることってもうないでしょスマートフォンなのに、まあ、スマートなんとかですよねだからモバイルって言った方がいいですよね携帯型っていう意味のうん,なんか賢い携帯端末ですよね電話なんてのはほとんど使わないですよ 通信手段ではあるのにだって日々通信してるわけでしょインターネットででも電話っていうなんか古典的な通信法はもう取らないわけですよでそう考えていくといまだにガラケーでね「もしもし」ってやったりとかねあと黒電話とかでチーンとかやって「自己自己自己プルルプルもしもし」みたいなねもうね何時代だって感じですよ昭和かみたいなねで昭和って時代ももう2つ世代前になるわけですよね、まあ、その中で今 あの当たり前の稼ぎ方として私は吉田さんの中にはパソコンで生計を立てるっていうのはもう当たり前じゃないですかねこれねいやマージャン店を作ってねお客さんを呼んでマージャンを一日中してそれでやっとコストを作ってそれでなおかつ借金とかねこれ <laughs> いつの時代のやり方なんだってことですよね、うん、だから過ぎ去ったそのテクノロジーや過ぎ去ったビジネスにすがっていてはね 確かに前例とか成功例は多いんでしょうけどもそれは過去の成功例であってもう衰退してもうなくなってバブル崩壊後の限界集落限界ビジネスなわけですからそんなところにいてはいけないと思うんですよねこれからもっともっと裾野が広がるようなそのインターネットの世界のねさまざまなマーケットに対して挑戦することっていうのは本当になんかこう意義あることでやっていてよかったなとだから時間の豊かさが全然違いますよね金銭的な豊かさも全然違うんですよおかげで セルシんなだって全く乗らない日の方が多いわけですからただ駐車場に置いて洗車してわー当時の人よかったなーみたいなねプラモデルでいいじゃないかって話ですよねそもそもなくてもいいじゃないかって話ですよねまあでも自分が所有してるっていうこの安心感となんかねまあ心の中の優越感ですかそういう満たされた状態で日々を暮らすことっていうのはいろんな 形でで精神的な余裕ができたりとかね自信にもつながりますよね、うん、だって私はね以前ね車は1人1台と思ってましたけども1人4台の時代が自分の中には来てるわけですよねしかも燃費を気にしたようなもんじゃなくてどちらかというとバブルの時代の,あの燃費カスカスカーですよねうんそれがね自慢でも何でもないんですよこれはあこういう人生も選べるんだなと10年前は日ッちもサッチもいかなかったマージャン屋のオーナーの私がね 見栄えはいいですよ、店舗の経営者っていう。でも中身は何もないわけじゃないですかマイナスなわけじゃないですかでも今は見栄えは怪しいですよ何か言ってみれば YouTuber なわけですからね <laughs> 怪しいけどもちゃんと足場を築いてる家族を養ってるっていうことで考えたら実を掴むのはどっちかなと、うん。確かにパッとした花を咲かなかったかもしれないけども美味しい実を実らしているっていう点ではね派手なだけの花とは訳が違うなと思いますね あちなみに吉田さんね近所にねパン屋さんがオープンしてそれが中学の頃の先輩なんですよね直接は知らなかったんですけども1個上の先輩ででオープン前にその取材してたらお何やっとんじゃんみたいな声かけられてそっから仲良くなったんですけどねでオープンにお花を送ったりねそれからパンをね連日4日間オープンから4日間買いに行って今日は5日目なんですよ今日も行きますもちろんそういったことでビジネスをスタートした人店舗をスタートした人私はね今はね応援する側として 支えていいいきたいなと思いますねやっぱり消費者としてあのビジネスを支えるっていう側面があるとなんかこう誇らしいですねそういうところもね。で実際に、うん、まとまった金額でパンではありますけどもね買いに行くってことであお役に立ってるなっていうのと。 確かに美味しいなと応援したいなって気持ちにもなりますので4日連続でそのパン屋さんの YouTube も作って非常に好評を得ていてねその YouTube を見てお店に行きましたって言った人も出てきてるんですごい嬉しいなと思いますしコメント欄も結構ねいい感じで進んでいてどこにあるんですかと今度行きますみたいな感じでやり取りが進んだりとかね再生数も普段よりもいいんですよでもちろんお店のね先輩とかその奥さんとかお店に関わってる方もすごく喜んでくださってあの YouTube また更新しごだったのも見れましたとかね。ユーチューバーが味方についてるってことで、実はねこの店ねホームページないんですよ。ね。これもしかしたら私にホームページ作成の依頼くるかもしれないですよねいや。プラスですよ。ユーチューブチャンネルの依頼くるかもしれません。まあそこから私が何をしていようとしてるのかってことはわかると思いますけども久々に店舗プロデュースはねできるんじゃないかなと思います。 自分でやったらダメだった店舗のプロデュースをダメだった経験をもとに今オープンする人のお力になるみたいなねこんなこともできるという時代でございますいってらっしゃい